はい、どうも、パズマ YouTuber チャンネルリンボーでーす。今日はもうせっかくこの照明のライトたちが私の顔を照らしてくれてるので、メイクを落としていきたいと思います。今日使うのはこちら、ビオレ拭くだけコットンうるおいリッチメイク落とし。では1枚取ります。オープン。あい、めっちゃいい香りする。はい、ではバケの皮を剥がしていきたいと思います。まあね、まずどうしよう、こっち半分落としていこうかね。じゃあ眉毛ちょっともう落としていくよ。じゃんじゃん、じゃんじゃん、どう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 。はい、お目目ね。次アイプチ使ってるから優しく。ディ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 、なんか無言になっちゃった今。無言やめてもらっていいですか。こんな感じが半分ですね。てかさ、このほんまに、ほんまに、照明ライトめっちゃ綺麗やねんけど。はい、こちらもアイプチ使っております。すぐ取れるよっていうのをね、証明したくって。はい、こんな感じでございますね。ですね、今まだ眉毛育成中なの。はい、いい感じ。だからマスカラって結構取れにくいじゃん。で、あまりにも、まあ、取れなくって、ね、なかなかビューラーがどんだけ上げてもそのマスカラが取れてない分、重みで全然上がらなくなったりするの。だからたまにね、こういう1週間に1回でも2回でもいいから、これでちょっと拭き取ってあげると多分上がり方が全然違うと思う。なので試してみてください。かゆい、めちゃめちゃ眠たい。え、みんな眠たくない？最近ね、肌の治安がちょっと悪くなってきちゃって、今マシに見えるかもしれないんだけど、お風呂で終わった後すっごいブツブツがね、もうパパパパパパパっていう感じですっごい出てくるの。もう焦るよ、なんかジンマシンできたみたいな感じになっちゃうから。本当になんかさ、酒粕クリーム前でも紹介したじゃん。あれさ、私結構大量に使ってたんだけど、ダメみたいで、なんかパールの粒の大きさぐらいで、ちょっと使ってっていう風にやってたから、多分私、つけすぎたもんね。なんか肌荒れてる時って、クリームとか大量につけすぎると、逆にね、油分っていうか取りすぎて、またプツプツって出てくる可能性もすごいあるみたいだから、なるべく量を減らして塗ろうかなと思ってる。はい、お風呂で終わったらすぐ出てくる。
最近なんかいつも定期的にここがねプツプツって出てくるの、もうやめてもらっていいですかって感じなんですけど、はい、なかなかもかゆい。お風呂、今からまあお風呂入ってちょっと早めに寝たいと思います。ジュジュジュー、うらら、見せこのまたねメイク動画早く撮りたい、また載せます。はい、以上で終わります。 YouTube チャンネルリンボーパジャマ YouTuber で登録よろしくお願いいたします。 TikTok、Instagram もやっております。ぜひフォローお待ちしております。以上リンボーでした。またねー。